こんにちは、ルイカと申します。前回は複数選択できるプルダウンの作り方をご紹介いたしました。こんな感じでプルダウンで複数の項目を選択できるのですが、今回はそれをさらに発展させて画像で複数選択できるようにいたします。ボタンを押しますと、このように画像で選択する候補が表示されます。今は何も選択されていないので、すべてグレーになっていますが、クリックして選択した項目はこのように色がつきます。もちろん選択した項目は対象のセルに間膜切りで複数入力されています。見た目が華やかになって良いですね。今回も VBA を使用しますので、難易度は少し高めですが、きっと使う人に喜んでもらえるものが作れると思いますので、ぜひご覧くださいね。もし面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録やコメント、SNS でのシェアなどしていただけますととても嬉しいです。では始めましょう。まずは選択肢となる画像を作ります。イラストはフリー素材を配布しているサイトなどでダウンロードできます。目的の画像が一つ一枚の画像として用意できれば良いのですが、このようにセットの画像もありますので、その場合はトリミングで必要な部分を切り抜きましょう。画像を右クリック、トリミング、この黒い部分をドラッグして残したい範囲だけにします。できました。次の画像を抜き出す時も、今のものをコピーして全部を貼り付け、トリミングにするとトリミング前の情報が残っていますので、次の範囲を選択していくことができます。綺麗に切り出せれば良いのですが、トリミングは四角形にしか切り取れませんので、このように他の画像が残ってしまうことがあります。ペイントや他の画像ソフトを使えば綺麗に消すことができますが、Excel だけでもある程度は対応することができます。消したい部分の上に四角や丸などのオブジェクトを載せて、枠線はなし、元の画像の背景が白なら塗りつぶしも白にします。このオブジェクトをコピーして隠したい箇所すべてに載せていきます。すべて隠れましたら、オブジェクトと元の画像をまとめて選択してコピー、これを画像として貼り付けます。これで目的の部分だけの1枚の画像になりましたが、オブジェクトが載っている分画像が広くなっていますので、これを再度トリミングして必要な範囲だけにしましょう。これで必要な部分だけにすることができました。元の背景が完全な白でない場合は加工の跡が残ってしまいますので、あくまで簡易的な方法ですが、 Excel だけでできますので試してみてくださいね。ということで、元になるフルーツ画像が用意できましたので、これをパネルのようにしていきましょう。図形で四角ですが、直角ですと硬い感じがしますので、こちらの角が丸い方にします。選択してドラッグ、丸みが大きすぎますので調整します。背景色は白が良いので白、枠線はこちらの色にして、線は見やすいように少し太めにしておきます。画像だけでは判別が難しいこともありますので、文字も入れておきましょう。文字を入力してフォントなどを設定、位置も上揃えの中央揃えなどにしておきます。これで土台となる画像ができましたので、フルーツの画像を載せていきましょう。見やすいようにセルに色をつけておきます。土台の中に収まるようにサイズを調整、左右中央揃えなどで位置も調整しましたら、両方の画像を選択してコピー、図として貼り付けです。これで土台とフルーツの1枚の画像になりました。他の画像もこれと同じ要領ですので、名前を変更、画像を持ってきてサイズや位置を調整、両方コピーして図として貼り付けです。次々に証明写真を撮っているようですね。同じ土台を使っていますので、全て同じ大きさになっていますが、サイズを変えても問題ありません。こちらは元の画像の情報量が多いので、土台も広げてみましょう。これで全部の部品ができました。この後選択した時にどの画像が何の値なのかを判断する必要がありますので、画像に名前を付けておきましょう。シート上のどこかに候補の一覧を作っておき、この名前を使っていきます。
まずはリンゴですが、こちらにリンゴと出ていますが、あくまでこれは画像なので、VBA での判断材料にはできません。こちらの名前ボックスに、リンゴと入力して、画像自体の名前をリンゴにします。次はバナナですので、選択してバナナと入力してエンター。以降も同様です。名前も付け終わりましたので、VBA を作っていきましょう。VBA の内容は大きく分けて2種類。画像をクリックしたら色を変えて、セルに値を表示する処理と、プルダウンのボタンを押したらリストを表示する処理です。まずはクリックした時に、画像の色を変える処理を作ります。Alt と F11 で VBA のウィンドウを表示。この辺りを右クリック、挿入、標準モジュールです。コードは概要欄にありますので、コピペしてお試しくださいね。まずこちらの画像選択が、画像をクリックした時に呼び出されるプロシージャーになります。画像を選択した時の処理は、画像の色を変える処理と、セルに値を表示する処理の2種類になりますので、別々の処理にしました。最初の画像の色変更で、実際に処理をしているのがこちらです。図形などを VBA で扱うときは、長い名前が出てきたり、オブジェクトの階層が深くなったりと、見た目でとても難しそうに見えてしまいますが、やっていることはとても単純です。解説は後回しにして、とりあえず試してみましょう。こちらの色変更だけ試しますので、セルの値表示は一旦コメントにしておきます。画像を右クリックして、マクロの登録。呼び出すのが画像選択。ですので、選択して OK。画像をクリックすると、グレー表示になり、もう一度クリックすると、色付きに戻ります。色付きの時に、図形の効果で少し光彩も入れています。クリックするたびに、グレーと色付きが交互になりますね。では、プログラムの解説です。最初にこちらの対象という変数に、呼び出し元の画像のオブジェクトをセットしています。アプリケーションのコーラーで、呼び出し元のオブジェクトの名前、先ほど名前を付けた、リンゴやバナナなどのオブジェクト名を取得できますので、その名前を元にオブジェクト自体を取得して、変数にセットしています。マクロの登録では、基本的に引数ありのプロシージャーは呼び出せませんので、どのボタンから実行されたのかを区別したい場合、このように別々のプロシージャーを呼び出して、その中で呼び出し元の情報を引数で渡したりしがちなのですが、アプリケーションのコーラーを使うと、呼び出し元のボタン名を取得することができますので、呼び出し元の数だけプロシージャーを用意する必要がなくなります。そして色の切り替えですが、前回の ActiveX を使った方法では、選択、非選択の時の色の切り替えは、ActiveX コントロールが自動的に行ってくれていましたし、選択状態かどうかの判定も、Selected というプロパティが、True か False かで判定ができました。しかし今回はただの画像ですので、そのようなものは準備されていません。自分で何かを基準に、選択状態か否かを決める必要があります。図形の設定もいろいろありますが、今回は、選択していない時は色をグレーにしますので、色がグレーの時は非選択、それ以外は選択として扱うようにします。実際のプロパティでは、こちらのカラータイプが、ピクチャーグレースケールかどうかで判断しています。カラータイプがピクチャーグレースケールなら、現在はグレー表示なので、選択状態に変更で、カラーにする処理。ピクチャーグレースケール以外なら、現在はカラーなので、非選択扱いに変更で、グレーにする処理をしています。こちらがカラーにしている部分、こちらがグレーにしている部分なのですが、図形のオブジェクトは階層構造が深く、設定の一行一行を詳しく解説していくと、図形オブジェクトの解説になってしまいますので、設定内容は簡単にご説明いたしますね。ピクチャーフォーマットのカラータイプは、色のグレー設定をするプロパティです。ピクチャーグレースケールにすれば、画像がグレースケールになり、ピクチャーをオートマティックにすれば、規定の色に戻ります。全部コメントにして試しますと、当然何も変わらないのですが、この部分だけ活かして試しますと、画像がカラーになったり、グレーになったりします。
残りのグローで始まる設定は交際に関する設定です。こちらが交際なし、こちらが交際ありです。選択した時に単にカラーにするだけでなく少し光っているようにしたいので追加しましたが、そのような演出が不要であればこちらはなしにして、画像の設定だけのシンプルな状態にしても良いと思います。簡単に設定内容を解説いたしましたが、図形オブジェクトの構造は複雑で、これらをちゃんと覚えて使いこなすのはなかなか難しいです。そのような場合はマクロの記録でコードを作り出しましょう。実際にこちらもマクロの記録で記録したものをコピペしながら作っています。ただしマクロの記録では記録されない設定もありますので、その場合はネットなどで調べる必要があります。今回の例では交際の設定はマクロの記録で記録することができましたが、画像をグレーにしたり戻したりする設定はどれがその機能に該当するか不明でしたので、 Excel、VBA、画像、グレー表示などで検索して設定しました。構造が複雑でなかなか大変ですが、マクロの記録とネットの検索の両方を使いながら目的の設定を探っていきましょう。これで色の切り替えができるようになりましたので、他の部品にもマクロの登録をしていきます。右クリック、マクロの登録。呼び出すマクロは先ほどと同じ画像選択で大丈夫です。ちゃんとどの画像も色のオンオフができますね。全部設定しましたので、これらの画像を一つにまとめてボタンで表示非表示ができるようにしましょう。どの図形でも良いですが、角が丸い四角で作ってみます。角の丸みを調整して再配面に表示、色の設定もします。あと今回の場合は影があっても良さそうですので影もつけてみます。土台となる図形ができましたので、この上に各画像を載せていきます。もしボタンの方の画像が大きい場合はまとめてサイズを調整しておきましょう。そして各画像の位置を揃えていきます。マクロが登録されている画像だと左クリックでの移動ができず、右クリックやオブジェクトの選択の矢印で選択しなければなりませんので、動かしづらい場合は一度マクロの登録を削除しておきましょう。上揃えや左揃えなどを使って画像の位置を揃えていきます。これで画像の位置も決まりましたので、グループ化します。土台も含めて画像を全部選択してグループ化。グループ化しても各画像のマクロが有効なのは便利ですね。この後の表示非表示でグループ化した状態のオブジェクトを指定しますので名前をつけておきます。グループ化されたオブジェクトを選択してこちらの名前ボックスで名前を設定、名前はリストにしておきました。次にこのリストの表示非表示を切り替えるボタンを作りましょう。どんな画像でも良いので、今回も四角と三角を組み合わせて作っておきます。灰色の四角に黒の下三角を中央に乗せてまとめてコピー、図として貼り付け。これで1枚の画像になりましたので、対象のセルの隣に配置します。ボタンに登録するマクロがこちらになります。今リストの状態が表示なら非表示にする処理、非表示なら表示にする処理をしています。実際の処理がこちらで、ビジブルプロパティをトゥルーにしたりフォルスにしたりして表示非表示の設定をしています。ではボタンを選択してマクロの登録、こちらのリスト表示非表示を登録します。試してみますと、ボタンをクリックするとリストが消えて、もう一度クリックすると表示されました。良さそうですね。あとリストが表示されている時にボタンクリックではなく、どこかのセルを選択した時もリストが消えてほしいので処理を追加しましょう。ワークシートの方でセレクションチェンジイベントを表示します。プログラムはこのようになります。コールでリスト非表示を呼び出すだけですが、リストの反映対象の B2 セルが選択された時は表示されたままの方が良さそうですので、 B2 セル以外の時に非表示にするようにしています。ボタンクリックでリストを表示して他のセルを選択でリストが消えますね。
最後に選択した画像をセルの値に反映する処理です。前回のリストボックスを使う処理では、リストの中にどのような値があるかはリストボックスのプロパティで取得できましたが、今回はただの画像ですので、シートに存在する画像の中でどれがリストの候補の画像かは分かりません。このリストというグループ化されたオブジェクトに含まれる画像を取得していけば候補として扱えるかもしれませんが、プログラムが複雑になりますので、このようにセルに表示してこちらを全候補とするようにします。これらの名前をもとにそれぞれの画像の名前をつけていきましたので、この範囲を上から下までループして、現在の名前の画像がグレー表示なら非選択、それ以外なら選択と判断してセルの値を作っていく流れになります。プログラムはこのようになります。こちらのリスト情報に今のセル範囲を入れています。解説用なので直接範囲を指定していますね。その範囲を先頭から最後までループして、現在の名前の画像がグレー表示でなければセルの値に現在の画像名をカンマをつけて追加しています。すべての画像名の前にカンマがつきますので、ループを抜けた後ミッド関数で先頭のカンマを削除して対象のセルに値をセットして終了です。試してみましょう。画像選択でコメントにしていた部分を戻して、プルダウンから画像を選択。今は作りたてなので画像が全部選択されていてセルに値がない状態になっていますが、画像を一つクリックしてグレーにするとセルの値が色ありの画像だけになりますね。他の画像もクリックしてグレーにすればセルの値から文字が抜けていきます。一応全部の画像をクリックしてグレーにしますとセルの値もなくなりました。そして再度クリックしていけば選択した内容がセルに反映していきます。良さそうですね。入力規則やアクティブ X コントロールを使う方法と比べて、画像でリストを表示するのは自分でいろいろと設定をしなければならないので手間がかかりますが、その分自由度は高くなります。例えばプルダウンリストという枠にとらわれることなく、このように吹き出しにして候補を選択したりすることもできます。見た目が楽しそうで良いですね。実務で実際に使えそうな例ですと、このようにボタン風にすることもできます。今が何も選択されていない状態でクリックするとボタンが押された状態になっていきます。これなら実際に仕事として使っても良さそうですね。最後に今回の方法のメリット、デメリットをまとめます。メリットは選択肢を単に文字の羅列ではなくビジュアルとしてユーザーに伝えることができることです。文字から実際のものをイメージするのは頭に負荷がかかりますので、そこをExcel側で画像や写真として用意しておくことでユーザーの負担を減らすことができます。逆にデメリットは準備に手間がかかることと、候補の増減があったらその都度画像を作らなければならない点です。ですので画像の増減がほとんどなく、さらに文字よりも直接画像や写真を見た方が認識しやすい選択肢の場合に、今回の方法を使うのが良いのではないかと思います。手間はかかりますが、使う人に Excel でこんなこともできるんだと驚いてもらえると思いますので、ぜひお試しになってくださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録やコメント、SNS でのシェアなどしていただけますと、とても嬉しいです。